米中摩擦の再現による急激な円高株安を受け緊急会合です日経平均株価は先週末より366円安い2万720円で今日の取引を終えました米中貿易摩擦への懸念が再び高まっていることから平均株価は先週末に比べ一時500円以上値を下げ為替も1ドル105円台と マーケットの動揺が続く中政府と日銀は緊急会合を開き過度な為替の変動は経済にマイナスとして警戒を続ける姿勢を示しました。